ペイジ・ヘイリー・ローレンスは、カナダ出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ルディ・スイガース。2014年ソチオリンピックカナダ代表。2011年4大陸フィギュアスケート選手権3位。4歳の時にスケートを始める。右利きではあるが、ジャンプは、右回転であり、同じ右回転のルディ・スイガースと2006年にペアを、結成した。2006年、 2007年とカナダ選手権のジュニアクラスでは2年連続で14位という厳しい結果だったが2008年には2位にジャンプアップした2008から2009シーズンにはジュニアグランプリシリーズに参戦し世界ジュニア選手権では3位まで0.40の差を詰めて4位に入った2009から2010シーズンによりシニアクラスへ移行し NHK 杯では7位 2010から2011シーズンは、スケートカナダで3位となり ISU 主催の国際大会で初のメダルを獲得。カナダ選手権でも3位で初の表彰台に立つ。4大陸選手権では SP2、FS4 位で総合3位となり同メダルを獲得した。2011から2012シーズン、12月の練習中に脳震盪を起こすも、 翌月のカナダ選手権では2年連続で銅メダルを獲得した。4大陸選手権では7位。2013から2014シーズン、カナダ選手権で4年連続の3位で、ソチオリンピックへの出場権を獲得。大会では14位に入る。世界選手権にも初出場し12位だった。しかし5月5日、スー・イガースによりペアの解消が発表された。 ありがとうございます。